ずっと入れる場所だね、万葉の湯は。あの施設自体がもう何階にも、1階から何階まであるんだろう、あれめちゃくちゃ大きくない？すごかったな。温泉も広かった。ピルクル、キリンさん、おかきさん、道秀さん、ありがとうキラさん、ラスボスでしたよって。ラスボス感ありました。お刺身ストデリラさんどんな名前。ケンジ花玉、お弁当箱ありがとう。フジモンさん、スエさん、ひさしさん、ブレイブさん、カリタンありがとう。おお、大工さん、拡散ありがとう、嬉しい。ストデレラさんありがとう、素敵。トゲ、今日も元気です、とてもありがとう。カーマインさん、いらっしゃい。キラさん、いらっしゃい、ありがとう。ケンジレインボースター、ありがとうございます。今日は YouTube で2019愛媛 FC スペシャル、あれ？そうなの？スペシャルライブ、あ、私があれか、滝山で出たやつか。ありがとう、見てくれて、懐かしい。アッチュリさん、バンクーバーさん、ソライロさん、ムラピーさん、ターコズさん、ありがとう。ナオさん、ニサさん、プチありがとう。あら、今日はビジホ、ビジホからいらっしゃい。あ、のりたま、そう、お待たせしました、支援ゲージ。大将さん、プチありがとう。ひなうさちゃん、見てきました、あ、ありがとうございます。あら、嬉しい浅草の振り袖めっちゃ似合ってたよ、どこかカフェに行ったのって。あ、ありがとうございます。カフェはね、あの抹茶、お抹茶屋さん行ったかな、専門店みたいな、めっちゃ多くてね、浅草すごかった、いろんなお抹茶屋さんがありました。おさぴーさん、おきおきけさん、ありがとう。え、直樹さん、みなとみらいの屋上行ってない。私ね、あの日、友達とその行ったんですけど、夜からなんかお仕事があるというので、私途中でこう抜けちゃったのよね。だからあんまりね、何時間もゆっくりできなくて、もう一回行きたい、屋上行ったらよかった。ロッピーさん、いらっしゃい。今日はイベントで熊本のテレビの取材協力して物理まくってたかも。え、すごすごー。スザンヌさん、いらっしゃったの、すごいですな。ひらがなのカズさん、いらっしゃい、ありがとう。万葉の湯最高ですよね。うん、最高でした。あの露天風呂がね、すごい、あの本当に海の近くで、外の景色がすごい、もう海がバーって広がってて、すごいですね。先日 MJ で仮想役満上がりました。すごい、おめでとう。アンカン2つしたら表裏のドラだけで12人もうそれ周りの人がめっちゃビビるやつや、やばいね、やばいやばい。ようちゃん、ありがとうございます。あ、そう、コロボ、その横浜にあったのよ、それが初めて行ったんだけど。あれは横浜だけなのかな、あるの。ヤマピー、ラム、ミコト、レムさん、千葉さん、キンニャンさん、ケンスケ、あ、ありがとう、元気だよ、今日も。あら、1週間ほど忙しいって言われてたよな、お元気ですか。おー、虹色さん、ぜひ、あのすごいゆっくりできると思う、聖地巡礼ありがとう。サカピーさん、梶山さん、タカヒロさん、ありがとう。マサさん、いらっしゃい、
ありがとう。お供はビタンさんマッチ。お、美味しいやつ。え、マッチってビタンさんやったんや。知らんかった。明日の松山曇りか。なんか今日もね、あんまり天気良くなくてな。松山晴れてほしいな。黒棒ありがとう。シロさんいらっしゃい。成田まばらありがとう。今日も若いさんプチありがとうね。浅草に降臨した高根の大和なでしこめっちゃ言うてもろて、すごいにぎわってましたわ浅草。ケイハチさんこんばんは、ありがとう。ぬくもりさんプチありがとう。いや違うのよ、あの写真、あれもう一枚あの写真をねどこかで載せたいなと思ってたんですけど、載せれてなかったので今日不意に投稿しちゃった。お兄さんさん、ハックルベリーさん、わ、のりさん嬉しいこと言ってくれとる。最近毎晩ここに来るの楽しみです。だって嬉しい、ありがとう。トキキさん、ナンバー12かつみさんありがとう。オッキーさんいらっしゃい。ショールームの背景が水色なのは11月23日まで続くのかな。え、この水色私も分かんなくて、ショールームさんがこれにしてくれてるんですけど、何の日だこれ。え、須田ゆきさん万葉に来てるんですか今すごー、それはすごい。え、楽しんで。今からフジモンさん2週とカウントありがとう。今日ものんちさんいらっしゃい。今日の夕飯おでん、肉野菜炒め、ビール、レモンサワー。いいな、いいな。大将さんセミ、あ、見てきたって言ってたね。いいな、アニマックス。そうよ、席取ってくれてたもんね大将さん。来年はステージで歌ってるひなおちゃん見たいねって。頑張ります、来年出れるように。みちゃおさんいらっしゃい。おさぴーさんかわいいじゅこありがとう。嬉しい、かわいいじゅこ。ぬくもりさんセミありがとうございます。爽やかイケメンの虹色さんがまたご来店くださいました。あら、ほんと西浦さん、ええな。スーパーハイパーデラックス野心が。ライオキ風鈴さんいらっしゃい。マンボウさん、よしんこありがとう。え、えら、年末に向けて今日から徐々に断捨離してる。だってえらい、えらいね、早いね。というか、ブルームーンさんこんばんは、ありがとうございます。コバキンさんにレイジーさんこんばんは、ありがとう。マサさんプチありがとうございます。お仕事お疲れ様です。明日から2連休ゆっくりしてね。よしんこわーい、いいね。トールンさんいらっしゃい。あ、みちゃおさん1900回訪問、やばい、ありがとう。みちゃおさんすごい、1900回ありがとうございます。毎日。おー、くーちゃんも夜遅くまでお疲れ様です、ありがとう。なんとか起きてますって。若いさんカウントありがとう。今年もあと43日、早い。43日しかないのか。もう1ヶ月とちょっとだね、やばい。ユッキーさんセミありがとうございます。おー、直樹さんありがとうございます。話し方が優しいねって言ってくれてる、嬉しいですね。シンジさんレイモンスターありがとう。スエさんプチありがとうございます。23日特典会の物販グッズは
どんなんおるんやろうって。そうなのよ、ちょっとまだ未確定なんですよ。新しいのがこう出るかどうかもまだ分かんなくて、今までのグッズはね、あの置いてたりするんですけどね、うん、ちょっとまた告知があるかもしれないのでお待ちください。何買おうかなって言ってくれたら、まーちゃん今日もありがとう。たかさんいらっしゃい、ひらがなのたかさんありがとう。はじめましてかな。あ、明日までこの背景なんだ。ヤマピーシンデレラ、あ、そうだね、あのギフトもシンデレラの靴あるもんね。これ通常ってことかな。じゃあ今のしんじさんハートありがとう。おー、メイ一族さん松山に住むものだって。一生ありがとうございます、頑張ります。あ、グッチフルありがとうございます。今日初フルありがとう、すごい。カリタンカウントありがとうございます。ヨッピーさんもフルありがとうね。ヨッピーさん、アントワーヌさんいらっしゃい、ありがとうございます。大将さんもフルありがとう。大将さん、ひなほちゃんに出会ってさらにアニメとアニソンが好きになりましたって。嬉しい、ありがとう。え、いいじゃない大将さん。良きことだわ。お仕事行ってらっしゃい。そうなの。トゲ万葉の湯のお湯は湯河原から車で運んでるんだ。湯河原ってどこだ。わらじさんいらっしゃい、ローマ字のマサさんフルありがとう。今日もドナルドさん2シュートカウントありがとう。小豆島にいるんですか。ラムさん、私は愛媛の実家だよ。小豆島いいな。一回私祖母とね小豆島行ったことあります。オリーブのところだ。ユッキーさん花束ありがとうございます。のぶさんフルやった、ありがとう。今日ものぶさん1年経つの早すぎて1週間前に確定申告したくらいの感覚こないだやそれ確かに。でも私もそれレベルです。あっという間に過ぎてしまいました。1年が過ぎて行きましたね。ドワーフさんいらっしゃい、今夜のお供はエルビーのハニールルイボスラテ。どこ、何それ、美味しそう。ハニールイボスラテ。アマットーさんセミありがとう。ワールドトリガーとコラボしてるスイーツパラダイス、どこにあるんですか。あ、スイーツパラダイス聞いたことあるぞ。なんか都会にはスイーツパラダイスというあのスイーツバイキングのお店があるんですよね。私行ったことないんだ、スイーツパラダイスってとこ。ワートレとコラボしてるんだ今。夢もこさんいらっしゃい、しんじさんありがとう、嬉しい。おばばさんフルありがとう。おばばさんわ、前歯の虫歯神経ちょい手前まで削られた、頑張ったな、ポブマスターさん。痛そうじゃ、めっちゃ。ローマ字のテストさんかな。テストさん、ありがとうございます。ロッピーさん私、菩薩菩薩様のようやって言ってくれたんやけど
どっちだっけ、こっちか。ロッピーさんの菩薩です。あ、エナさんありがとうございます。あ、エナさん、あ、待って、フルしてくださってる、エナルムのエナさん、フルありがとうございます。もう少しでライブですね。そうなんです、楽しみです。とても寒くなったり暖房で乾燥もあるので体調お気をつけください。ありがとうございます。エナさんも寒さお気をつけて、最近夜寒いので、もうちょっとですねライブ。なおさん、233セミありがとう。岡山の友人の生ラジオ見に来たら、岡山の2カ所でなおさん毎日インタビュー受けすぎやろ、すごいね、めっちゃテレビやん、めっちゃテレビ出る人やなおさん、すご、今日もインタビュー受けたんかい。お、虹色さんセミしてくれた、ありがとうセミ。わあ嬉しいな。同じくひなほちゃんの影響で知るアニメ多いですって言ってくれてる。 TikTok の方にそろそろなんか秋のおすすめアニメとかあげようかなと思ってるんですよね。ちょっとまとまったら撮ろうかな。ぜひ見てくれたら嬉しい。え、風鈴さん11連休めっちゃいいやん。福袋巡りいいね。しかも福袋私買ってないな、数年。あらくーちゃんありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。まめしばさんセミありがとうございます。ひなほちゃんは将来リサさんみたいなアニソン歌手、それとも声優しながらの歌手になりたいのかなって。少し難しいですけど、ずっと夢だったのが声優歌手なので、後者の方かな、声優しながらの歌手。でも歌手が一番大きくあるかな今。アリスさんフルありがとうございます。中島みゆきさんの、あっ、あ、わかんないわ、聞いたことあるのは覚えてるんですけど、ごめんアリスさん。あのそれね、リトグリさんが歌ってたよね多分、それでね初めて知ったよねその曲。あ、でも思い出せない。リラックマグエコそんな好き、よかった、テンション上がってくれたらよかった、めっちゃ。レイジーさんツイッター見たら浅草寺の前で写真撮ってたけど、今は東京なんですか。そうそう、東京に住んでるというか、お家を借りて、あの愛媛と行ったり来たりしてます。今は愛媛、1週間ぐらい愛媛います。通りすがりのビューさんありがとうございます。こんばんは、ありがとう、ちょっとお久しぶり。お、レイジーさんプチありがとうございます、カウントと。わ、エンペラーさんぜひ愛媛行ってみたい、だってめっちゃいいところですよ本当に。バリンチュさんこんばんは。猫さんフルありがとう、猫さんありがとうございます。虹色さんセミありがとうございます。お仕事頑張るぬくもりさんに、ね、よしんこ、あ、骨が鳴ったお疲れ様です。ぬくもりさん、アメマさんいらっしゃい、ありがとう。あ、湯河原は泉質って読むのかな、それとってもいいところだよ。熱海の隣で毎月行ってます。え、そうなんですか。
熱海ってどの辺にあるんだっけ、行ける距離なのかな、都内から。トッシーシャンさんいらっしゃい、ありがとう。ピルクルフル、ありがとう。ありがとうございます。レオさんいらっしゃい、今日のお玉もホットコーヒードリップして飲んでます。え、いいな、ハンドドリップ。え、新宿店でも11月末までやってる、行きたい。そうなんだ、アマトさんありがとう。バリンチュさんプチありがとうね。かわいい菩薩。ムーさんいらっしゃい、ありがとうございます。あれ、大遠征で菩薩ポーズやったっけ私。このポーズ。わ、ビューさんを第一に。え、なんて書いてんそれ、骨がどうにかなってるの。のんびりしたいねんさんいらっしゃい、ありがとう。ゆめもこさん、セミとカウントありがとう。まさみうらさんいらっしゃい、かんちゃんふるありがとう、かんちゃん。あ、そうそう、これは長男のグエオです。グエオ、長男。フジモンさんふるありがとう。フジモンさん今日も底辺生活さん、とろけるさんありがとうございます。サカピーさんふるありがとうございます。サカピーさん、横浜の万葉の湯のお隣にあるカップヌードルミュージアム、あ、そう、そう行ってみたいよ。え、あの赤レンガ倉庫の近くにあるところだよね。あれ、赤レンガ倉庫って万葉の湯と近いんだっけ、知らなかったそれも。行きたい、行ったことないんですよ。髪伸びた、あ、本当やなさん、確かに伸びましたね私。そう、今伸ばしてて、いい、ありがとうございます。ありがたいです、そう言ってもらえて。今はちょっと落ち着いていますね、髪も。あれ、キラさんありがとう、予報23日12時から晴れ予報だって。待って、やった、嬉しいんだけど。晴れそうだね、本番の前から。デメキンさんいらっしゃい、ありがとうございます。わー、道秀さんファイト、介護のお仕事4連勤お疲れ様です。マサさんセミありがとうございます。あ、ありがとう、スペシャル名付けよ。ローマ字のマサさんハートありがとう。ヒデシさん間違えた、あ、ヒデシさん後だ、ありがとう。ヒデシさん、え、AKB さんの福袋があるんだ、え、知らなかったです。どんな福袋なの。毎年10万円以上買ってた、すごっ。とろけるさんセミありがとう。うん、体調もお疲れ様です。今日も夜勤、今日も夜勤か。スコールさんいらっしゃい、お、なんとアキアンが久々に降る。ありがとう、こえこえ。おかきさんバラありがとう。あら、ジェームスさん、昨日か、昨日おめでとうございました。あれ、お誕生日だったの。そうなの、ハッピーバースデーでした。今からでもよければ。まみしばさんフルありがとうございます。ひなおちゃんの夢が叶えますように、ファンのみんな一丸となって応援頑張ります。ありがとう、ありがとうございます。
頑張る。お、みむちんさんいらっしゃい、ありがとう。かつおさん、ありがとうございます。体調フル、ありがとう。今日もありがとう。今日は農協記念日です。かわいいみかんポーズをお願いしますケロって。農協記念日、あ、そうなんだ、おめでとうございます。農協みかんポーズ。あ、みかんか。みかんポーズ。あ、熱海は静岡か。あ、静岡なんだ、熱海って。新幹線か。ゆっきーさん、ふるありがとうございます。君はロックなんか聞かないと思いながら少しでも僕に近づいて欲しくてロックなんか聞かないと思うけれども僕はこんな歌で、あんな歌で恋を乗り越えてきた。ああ、ありがとう。おそらちゃんさんいらっしゃい。かのんさん、だるまレンジャーコピー、ありがとうございます。お、ボンさん今日も可愛い、ありがとう。ボンさん、ジャンさん、かおりさんのルームよりカウントありがとうございます。お、さかぴさん、草津温泉、私行ってみたいとこだ。それ道後温泉、温泉いいよ。めっちゃめっちゃ種類あるしね。小太郎さん、2シュートカウントありがとうございます。尊敬するアニソン歌手はって水木奈々さんかな。ラムさん、かっこいい。戦う君の歌をみたいな感じよね。私もう本当にこの辺しかわからんわ。トゲわーいと、よっちさんいらっしゃい。ローマ字のマサさん、サイリウム、ひさしさん、花束、ファサ10個もありがとう。めちゃくれてる。キンちゃんさんいらっしゃい。三等賞さん、バンクーバーさん、フルありがとう。廊下に響く靴の音を突然かき消す夕立ち雨音にシンクすることありがとう。座骨って読むのか、初めて聞いたかも。座骨、あら、ぬくもりさん、その昔彼と行かれたんですか、カレンが。いや、確かに私もね、
超クレナちゃんとね、赤レンガ倉庫に遊びに行きました。ちょっと前だけど1年ぐらい前なるのかな。その時もねクリスマス付近だったんでしょ。ツリーが立ってて、でねめっちゃ確かに多かったね。カノンさん、奥様、フルありがとう。ダルマレンジャーとありがとうございます。あら嬉しい。若井さん、レインボースターありがとうございます。ナオさん、リンさんさん、服うちはありがとう。10個もありがとうございます。あら、花束もはさありがとう。めっちゃくれてる。若井さん、かわいい10個ありがとう、嬉しい。イナッチさん、いらっしゃい。ローマ字のマサさん、バラありがとうございます。アメマさん、セミありがとう。右側の触覚がいい感じだねって。ほんと？ちょっとなんかどれくらいにしようって悩んでたとこでした。やっくん、フルーありがとう。今日もありがとうございます。あ、ダルマレンジャーもありがとう。コテ、おー、ジェームスさん。ではハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアジェームスさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうジェームスさん、おめでとうね。お、しんじさん、青のステッキありがとうございます。ひなほみか、まみしばさん、カウントありがとうございます。お、歌わせていただきました。うまい、ひなほみかん、やった、ありがとう。ブツブツを買いといたら愛媛になるかと思って。寒いからカロリーが必要なのか、ご飯を食べてもすぐお腹がすく。え、めっちゃわかる。私も今胃袋無限大、どうしよう。コロボ、おやすみ。そうなのよ、わかる。なんでだろうね。ありゃ可愛いて、えなさん、ありがとうございます。可愛いフェスティバル流れとるやん、のりたま。みかんのイラスト、可愛いフェスティバルって。ローマ字のマサさん、音符ありがとう。オーサピーさん、サイリウムありがとう。画伯とはタッチが違う。あ、こちらのみかんですか。確かに似なかったようで。おしげさん、音符ありがとうございます。画伯が描いた絵で絵本作りましょう。え、確かね。そう、お願いしたら作ってくれんかな。それを私はあの紙芝居のようにこう、あの何々しましたっていう、この読み聞かせをするのが夢。お、兄さんさん、明日がお誕生日なんですか。あら、お祝いしたい。それはありがとう。村 P さん、なおさん、兄さんさん、フル今日もありがとう。白夜さん、いらっしゃい、ありがとうございます。簡易防音室見てきてつぶやいたよ。え、本当？簡易防音室？え、お部屋の中に置ける防音室ってこと？お昼は？デニムマンって何？初めて聞いたんだけど。デニムマン？あの、ズボンのデニム？マンってこと？どういうこと？震える愛
足踏み出して前に進むんだってそう決めたんだ。過去ばかり気にしてた僕にさよなら。ダオさん、ダオさんいらっしゃい。ポブマスターさんありがとう。今日もフル、あ、カリタフルありがとうございます。YOASOBIのさんの文章、知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ、ほら見ないふりしていても確かにそこに、今もそこにある。あ、あとるよね。ありがとう。 SPA さんだ、ありがとう。今日もおしげさん、おんぽにのぶさん、流れ星ありがとうございます。あ、わかるよね。くもりさん、一人の温泉私も好きです。結構よく行ってる。ブレイブさん、フルありがとう。ブレイブさん、うわ歌えない、その曲恋しくてって。絶対有名だよね。ビギンさんの、ブレイブさんありがとう。シンジさん、おしげさん、音符ありがとう。え、素敵。え、マイキューちゃんお料理配信してるの？わ、私それ見たことあるぞ。何作ってた時だったか忘れちゃったけど、めっちゃ可愛かったな。お、白夜さん、全然です、ありがとう、来てくれて。猫さん、猫にこばん。虹色さん、ハートありがとうございます。ピカルンさん、いらっしゃい。マサ31さん、ありがとう。こんばんは、お疲れ様。アントワーヌさんもフルありがとう。今日もアントワーヌさん、毎日毎日みかんの収穫ですが、そんな可愛いみかんはうちの畑にはありません。みかんの収穫お疲れ様です。食べたいな、アントワーヌさんの収穫みかん。待って、ま、ゆうすけさん、はじめまして。あ、なんて読みするんだろう、あの名字の方が。来てくれてありがとうございます。ようちゃん、フルありがとう。かげろうです。パッと取ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ血しぶきの色ね。あ、ここまでしかわかんない、ありがとう。懐かしすぎる、それすごい。ローマ字のおさむさん、いらっしゃい。のぶさん、音符。しんじさん、音符。すごい、たくさんありがとう。ようちゃん、結婚してありがとう。あ、ぬくもりさんフルだわ、ありがとうございます。これから帰宅、お疲れ様、気をつけて。おう、ジェームスさん、おめでとうございます。あ、そうやそうや、それアメトークでチェーンソーマンのやつやるって聞いてたのに見れんかったの。いろいろとネタバレしてたけど、アニメ見ます、アニメ楽しみますやって。どんなこと言ってたんだろう。そう、アニメめっちゃ面白いよ、チェーンソーマン。今6話まで出てるんだったっけな。明日の配信は EZM 通りってなんだ。ポポマスターさん、 EZM トゲフル、ありがとうございます。ありがとう。私のコメたくさん読んでいただきありがとうで、こちらこそありがとう、たくさんコメント。フル、ありがとうね。
白熊さん、ガッチさん、こんばんは、ありがとうございます。明日の配信は、いつもと同じぐらいの時間かな、明日ですよね。うん、いつもと同じ時間にできると思います。10時半か10時かくらいに。ピカルンさん、プチありがとうございます。お、おかきさんもフルとカウントありがとうございます。やばい、その曲がわからん。小枯らしの2人リクエストもろとったけども、ひろくんお帰りなさい、お仕事から。お疲れ様。ピカルンさん、お弁当箱もありがとう。ポケット詰めて。ひなほちゃんのカレンダー作りましょう、だって。でもファンの方がね、カレンダー作ってくれてたよね、去年か今年かのやつ飾らせてもらってます。私自身も作りたいですね、カレンダー。作ったらみんなゲットしてくれますか？でもそっか、あのファンクラブの方では毎月今出してるか、11月のカレンダーとか。のぶさん、ハートありがとう。おさぴーさん、ありがとう。ステッキーありがとうございます。マン、そう、デビルマンっていうニックマンだって。本当にあるんだ。デビルマンじゃなくて、デニムマンじゃなくてデニムマンか。デビルマンのイントネーションかな。デニムマン、デニムマンか。おしげさん、音符ありがとう。のぶさん、流れ星ありがとうございます。デニムマン、デニムマンじゃないな絶対。デニムマン、倉敷、倉敷にあるんや、岡山。どこにあるんやろう。デニムマン屋さんがあるのかな。若井さん、セミありがとう。松山グルメ検索中ですが、絶対外すな、絶対外すな。グルメですよね。中華料理屋さんとかもありかなと思ったり、愛媛にある中華料理屋さん、スケロクとか、トン太郎とかもこっちにしかないかも。トン太郎っていうお店があって、中華はいろいろありますよ。ひろくん、プチありがとうございます。仕事帰りに TikTok、 おー、ありがとう。見た気がする、ありがとう、してくれて、コメント。味はデニムでした。デニムの味がするんだ、全然想像できないな。なおさん、青いってことね。兄さん、かわいい、ありがとう。ガッチさん、カウントありがとう。ハラメタルフル、ありがとう。今日もありがとう。今日木梨の回聞いてたら、のりさん休みで、ひろみの回。のりさんお休みだったんですか、木梨の回の。あれ、それどうなるの。あら、そうなんや。聞きたいな、それも。トギ読めてないな、それ。ありがとう、虹色さんフルしてくれて。銀座の天竜で餃子とカニチャーハン完食しました。あら、あそこじゃ、ほのぴーといたとこ行ってくれたんや、今日。すごい、大きかったことないですか、同じ量かな、餃子。チャーハンも大きかったことない、めっちゃ。いつもニコニコで癒されてます。怒り顔も見たいやって。怒り顔、はるかさん
ありがとう。ファントムさん、フル。ありがとう、ファントムさん。今日も。リクエストの歌はどんな感じの歌をリクエストしたらいいですか。もう全然し私が知ってれば歌えますありがとう。エスペランサさん、いらっしゃい。数々の方のショールームを5年くらい見続けているが、もうショールームを卒業するかも。え、そうなの。エスペランサさん、え、5年くらいってちょうど私が始めた頃ってことかな。そうなの、寂しい。86さんおめでとう。ももくりですか。ももくろちゃんのクリスマスライブ当選だって。いってらっしゃい。あの埼玉。こえぽんさん、フルありがとう。こえぽんさん、今日もあれ無音ですか。こえぽんさん、見えんか、見えるか。ありがとう。あ、カズ様さん、ありがとうございます。今日もこんばん、ごきげんよう。ひなぽ面白いか、エピカル。よかった。たくさんにコンドルさん、フル、ありがとう。今日も嬉しい。ひらさん、かわいい、ありがとう。かずさまさん、花束ありがとう。ファサまさとじょうさんに、のりたまさん、ありがとうございます。お、たくさん、花束10個もありがとう。ファサ、わー、ありがとうございます。若井さん、青のステッキありがとう。コロコロン。お、おばばさん、夜勤頑張ってな、お疲れ様。虹色さん、かわいい。たくさん、レインボースター、ありがとう。りゅうさん、セミ、ありがとうございます。23日に向けて、おいらドキドキすっぞの気持ちです。一緒です。ドキドキすっぞ。素敵なライブにします。ひなほちゃん、カレンダー、カレンダーのひなほさんはいつもカレンダー。みんなダジャレ王なのかいみんなカレンカレン言うて。アントワーヌさん、ダルマレンジャーありがとう。来年のひなおちゃんのカレンダーあったら絶対買う。え、本当に言ってみようかな、事務所の方に。今年もあの年賀状企画はやりたいんですよな。毎年あの年賀状企画っていうのをやってまして、いつも50名様ぐらいの方に年賀状書いてお渡ししてるんですけど、でその抽選会もあのこのショールームでやって、ちょっとまたツイッターとか出そうかな。ぜひ365日の日めくりかひなほカレンダー365日か多いな。ん、リアルカレンダー欲しいです。オカムさん、フル、ありがとうございます。ありがとう、オカムさん、こんばんは。
デニムマン美観地区で食べたことあります。お、甘党さんも岡山だ。あら、岡山にあるのか。デビルマン知っとるのか。いや、デビルマン知らなかった。なんかさっきデビルマンっていうデビルマンっていうコメントもらってたので。ハムちゃん、フルありがとう。ハムちゃん、ファンさん、好きになってもっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった投げキスで。ありがとう。ワンガンさんもセミありがとうございます。 TikTok のこっちこっち娘に見せたら泣いた。こっちこっちこっち、え、どれ、何その音楽。ワンガンさん、こっちこっちこっち、どれだ。リュウさん、尊い、ありがとうございます。あ、大工さん、カウントとフル、いつもありがとうございます。歌はまたお願いって。あ、またお待ちしております。お、めっちゃ見てくれてありがとう、道秀さん。 YouTube のやつだ。グレイさん、こんばんは、ありがとうございます。グレイさん、スケロクを検索したけど車がないといけないお店多くない？確かに。ああ、ほんとやね。そうだね、電車は止まらないかも。どこにあったかな。確かに。それはもうデニムマンやん。スランプくん、いらっしゃい、ありがとうございます。ワンダーさん、こんばんは、ありがとう。よいしょ。みんな美観地区で食べたって夜な。あ、のりさんはハワイにいらっしゃるの今。すごっ、そうなんだ。え、すごいね。ほら、ハワイにいらっしゃるのね今日。おさっぴーさん、フルありがとうございます。ぜぜありがとう、フル。小太郎さん、ありがとう、ローマ字の。たいしくんさんありがとうめっちゃ言うてくれとるね。カズアットマークさん、いらっしゃい、ありがとうございます。きなこが暴れた時とかゲームで死んだ時、ひなほちゃんの怒り顔が見れます。あ、そうだね、あのゲーム配信の時は見れるかも。最悪って言ってる。なんかいつもこうゲームでこう倒されたりとか、なんか最初の地点戻っちゃったりとかしたら怒ってる。そういえば、お、高のりさん、そう、さっきお聞きしたら今のりさんはハワイ、のりたけさんがハワイにいらっしゃるということで。ハワイアンだ。きなこいさん、いらっしゃい。昨日どん兵衛の赤ワイン仕立てのオーフビーフカレーうどん。知らんかった、そんなどん兵衛があるの。赤ワイン仕立てのどん兵衛あるんだ、めっちゃ気になるな、それどこにあるんだろう。ブルーさん、よしんこありがとう。
わあ、八六さんいいな、埼玉スーパーアリーナだ。それ。さくら AZ さんありがとうございます。おお、カズ様さん聞こえてますか？他者礼法なのかい。おじさんの差が。武田ひなほガチャポンを作るとしたら中身は何やろか。この私のこの顔の部分だけをこう切り取っていろんな表情してるガチャポンとかどうですか。動画カレンダー、西江郎さん動画カレンダーいいね。ローマ字のマサさんバラありがとう。キリンさん2週ありがとうございます。わあ、ありがとうね。あ、なんかめっちゃ盛り上がってくれてありがとう。年賀状企画やりたいな。もうでもそろそろやらないとだ。やるならね、ぜひ応募してくれ。きなこちゃんがレア。お、確かにきなこのあの写真入ったやつ入れてもいいかもしれない。お、若井さんありがとう。青い素敵ありがとうございます。おしげさん音符、しんじさんも音符ありがとうございます。アメマさんレインボースターありがとう。おさぴーさん花束、かさありがとう。たくさん華麗なカレンダーキーちゃんのハンガー、ハンガーいいな。お江戸でしたか、今ですか。お、今お江戸じゃないです、お伊予です。伊予の里におります。あ、本日も44名様のフルありがとうございます。たくさんいただきまして。お、ガースーさんはじめましてありがとうございます。初見さんだわ、来てくれてありがとう。お、ワンガンさん太鼓の奥間ありがとうございます。わー、ありがとう、ありがとうね。ワンガンさん、デビルマンのエンディングの曲は名曲。あ、そうなんだ、聞いたことあるかな私も。お、小太郎様バスで行ってた。バスはあるよね、確かに、スケロクの近く。あ、ありがとう、のりたま。マシタさんか、マシタさんって言ってくれた。おさっぴーさんハートありがとう。本当や、時間やばかった、ごめん。ちょっとお供テーム行こうっと。エビ天さんいらっしゃい、ありがとうございます。失敗して自分に怒ってるの見るけど、人に怒ってるの見たこと。人には怒らんよゲームね。まで読んだっけな。いろんな表情のひなほ缶バッジありやね。むらちんいらっしゃい。あら、エビ天さんは言ったかな。ありがとうございます。かずさまさんだるまレンジャーありがとう。歌舞伎顔の母、歌舞伎顔のおひな、あ、このやつね、この顔。まさきさんいらっしゃい、ありがとうございます。宮崎のおじちゃんさんありがとうございます。
そうなの、エスペランサさん、お体がよろしくないのかな。ローマ字のおさむさん、ありがとうございます。秋元さん、いらっしゃい、ありがとう。では今日のお供は、あの母が今度あのお供用にと買ってくれておりました、こちら大分の梨ソーダ。これはさ、大分なのか大分なのかどっちだと思いますか皆さん。それでちょっと配信始まる前まであの論争してたんですけど、大分か大分で、大分の梨ソーダです。今日はうん、美味しそう。ではお供ある方、一緒に乾杯。めっちゃなし、めっちゃなしだ、おいしい。100年受け継がれた大分での梨作りだって。すごい。あ、果汁は 1% みたい。おいしいわ。このグラスは、うん、昔からありますよ。いただき物のグラスです。うまいなし、うまいなしって聞かれてる。なしの発音は、あ、なし、大分のなし、なしか。先に言ってる発音の方、大分の方かな。あ、じゃあ同じイントネーションってこと？あ、イントネーションもおかしくなった今。イントネーションか。イントネーション。大分。もうどっちかわからんくなるわ。ごめん。ごめんなし。ごめんなし。よし。ちょっと、きなこいるかな？うん、ちょっと召喚できるか、ちょっと行ってきますね。ちょっと皆さん待っててね。ごめん、あれループしてた。緑の中を走り抜けてく真っ赤なきなこ、ジャララン、ジャララン、ジャララン。一人旅なの、私気ままにハンドル切るの、ジュルジュ、ジュルジュ、ジュルジュ。コメント待ってる方はぜひ更新していただけたらと思います。戻ってきたら歌ってた。きなこさん、きなこさん、きなこさんは可愛いですね。かゆいところはありませんか。お顎が白いこと。お顎が白いことですわね、なんか、うん、うんうん。いやー、ふさふさよ、ほんとに。あ、これは母が、あ、あ、いやいやいや、
日吉さんみたいな、ちょっとあいやーよってよいしょ。きなこって右利き、え、わかんない右利きなのかな、きなこは。きなこは私のきなこのきなはドゥンドゥン左利き。あいやー、え、ジャッキーチェーンあいやーって言ってるんだ。ごめん遅くなってランキング読みします。13位アントワンヌさん、ありがとうございます。アントワンヌさん。12位猫さん、ありがとう猫さん、今日もありがとうございます、たくさん。11位、あ、虹色さんありがとう、遅くまでありがとうございます。10位ケンジ、あ、ケンジじゃあ、ありがとうございます、たくさん。9位ノブさん、ありがとうノブさん、キウイです、たくさんありがとうございます。8位ローマ字のマサさん、ありがとうマサさん、嬉しいわ、いつもありがとうございます。ラッキーセブン、お、たくさん。7位ありがとう、明日はいい日になるぞい。6位ひさしさん、ありがとうひさしさん、6位です、たくさんありがとうございます。そして5位、お、しんじさんじゃん、ありがとうしんじさん、嬉しい、たくさんいただきありがとうございます。そして4位、あ、湾岸防衛さん、ありがとう、壇上いつもありがとうございます、嬉しい。そして3位、プルルルルル、あぼん、若井さん、やった、3位、ありがとうございます、3位です、たくさんありがとう。そして2位、プルルルル、あぼん、なおさん、にいさんさん、やったー、ありがとう、にいです、わーい、たくさんいただきありがとうございます。そして今日の第1位、プルルルル、あぼん、おさぴーさん、ありがとう、1位、すごい、ありがとうございます、いつも1位です。2096名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、遅くなりましたけど、あ、ちょっとね、この今日イヤホンを忘れちゃってですね、このちょっとこの家にあったイヤホンを、ちょっと純正じゃないんですけど、ちょっとこれでやってみようと思うので、ちょっと先にテストしておき、ちょっともしできたらカラオケしますね。いけるかも。せーの、でもそんな時だけど、へへへ、なんかこのなんかカラオケ特有のなんかキーみたいな鳴ってない？鳴ってたよね今。大丈夫？ちょっとちっちゃくやってみようか。ちっちゃくやってみる。進化するよ、もっともっと。声小さいかもだけど、いける？あ、ほんと？ちょっとやっとこうか。音大きいとかあります？もうちょっとちっちゃくする？チーム積もれば大和なでしこ、死ぬ気で
めっちゃみんなに確認してもらうっていう。どう？良き？これくらいで。もう今日は恋愛サーキュレーション最初からもう一回歌おうか。リクエストタイムやってたらあれかも。 BGM 少し下げる。これでいく？これ結構もうね、めっちゃ下げ下げよ BGM。 じゃあもうちょい下げてこれでいきましょうか。いえいえ、最初からいかしていただきますよ。よきよき。あ、じゃあこれでいかしていただきますね。はい、では今日はなでこちゃんの恋愛サーキュレーション。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。違うかも、千里の道も一歩から。石のように硬いそうな石で、塵も積もれば大和なでしこ、死ぬ気で癒し抜きで、ふわふわりふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで宙へ浮かぶ、ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。そうそんなんじゃやだね、そんなんじゃまだ、私のこと見ててね、ずっとずっと。私の中のあなたほど、あなたの中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間。塵も積もれば大和なでしこ、略して塵積も大和なでこ。クラクラリクラクラル、あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて、クラクラルクラクラリ、あなたを思っている、それだけで溶けてしまう。神様ありがとう、運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなの。恋する季節は欲張りサーキュレーション、それだけで宙へ浮かぶ、ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。神様ありがとう、運命のいたずらでも巡り会えたことが
ちゃダメ、もうそんなじゃほら心は進化するよ、もっともっと、そうそうなんじゃやだね、そうなんじゃまだ私のこと見ててね、ずっとずっと。はい、ありがとうございます。あら、新一のフル今読めた、ありがとう、ありがとうございます。今日は、花澤香菜さんの歌われた恋愛サーキュレーションでした。ありがとう。今日はちょっといつもと違うやつでしたが、イヤホン、ロッピーさん、ロッピーさん、あら、めっちゃ声で、おさぴーさんに、おさむさん、ファントムさん、ありがとう、ミラボー、ありがとうございます。おさぴーさん拍手も、ありがとう、チョコも、ひでゆきさん、おさぴーさん、ロッピーさん、ひさしさん、ひらさん、ありがとうね、しんじさん、ありがとう、たくさんいただいて。では、遅くなりました、今日も来てくれてありがとうございました。また明日ね、おやすみ。5、4、3、2、1、バイバーイ、おやすみ。